カリフォルニア州ロスガトスのネットフリックス本社の前にある看板への落書き。ネットフリックスのロゴにアンドチルが付け加えられている。ネットフリックスアンドチルとは英語のインターネットスラングの一種でネットフリックスを見て一緒に過ごそうという正体を指す一方、恋愛関係かカジュアルセックスかを問わず性的な行為への遠曲な誘いを示すこともある。 性的要素のない書質としては2009年のツイートが指摘されている。それ以来、このフレーズは、ツイッターコミュニティや Facebook、バイン n などのソーシャルメディアサイトで有名になった。2015年までには、この文句はインターネットミームになり、Fusion によると、ティーンエイジャーの間では、ソーシャルメディア上で通常、性的な意味を持って使われる言葉となっている。 ネットフリックスという言葉をネットフリックスを見るあるいはネットフリックスで見るという意味の動詞で使うことについてはすでに2007年頃から要例がある。チルは俗語で落ち着く、くつろぐなどの意味で使われる。ネットフリックスチルというフレーズがツイッターで初めて使われたのは記録に残っている限りでは2009年1月21日のことである。最初のうち このフレーズは性的願意はなく使われており単にオンラインストリーミングサービスを見て過ごす行動を指していた2013年までにはアメリカ合衆国におけるネットフリックスの人気が大きく上昇しブランド名を動詞として使う用法が増えネットフリックスチルだけでまとまった動詞や複合名詞のように使われるようになった2014年の中頃までには 性的な事柄を遠極に指すフレーズとして確実に使用されるようになったと考えられている。その後、アフリカ系アメリカ人のツイッターユーザーコミュニティであるブラックツイッター界隈で広がり、チルは多くの場合、普通の意味で使っているではないという曰くありげなガミを示す引用符で囲んで使われるようになった。2015年4月、 アーバンディクショナリーにこのフレーズの定義が登場し、二人の人間が互いの家に行き、やる、または、セックスに関連した何らかの行為を行うことを示す、不調だと記載された。場合によっては、ネットフリックスの番組をつけた状態で性的な行為を行うことと定義されることもある。すぐにこの言葉は、ブラックツイッター界隈を超えて使われるようになり、インターネットミームになり、 ガーディアンやデイリーミラーなどの大手ニュースサイトから注目されるようになった。このフレーズが普通に使われるようになったため、この文句に関係したイベント、製品、サービスなどが現れるようになった。カリフォルニア大学バークリー校とペンシルベニア大学でネットフリックスチルフェスティバルが学生により計画されたが、前者は参加者が多すぎるということで、保安上の懸念で中止された。 2015年にニューヨークで開催されたワールドメーカーフェアでネットフリックスはザスイッチと呼ばれる大きなボタンの試作品を公開したがこれは押すとユーザーの住居の明かりが薄暗くなり携帯電話の邪魔無用機能が働くようになり気が散るようなものは一切なしでネットフリックスのストリーミングを見る準備が整うこれは各種メディアより ネットフリックスチルボタンだと言われた。2015年10月には事業家のコリ・ウィリアムズがネットフリックスチルという名前のコンドームブランドを作って売り出した。このコンドームはアメリカ食品医薬品局により否認と性感染症予防の効果について認可を受けたものである。2015年11月カリフォルニア州ロスガトスのネットフリックス本社の外に 設置されていた看板のロゴにスプレーペンキでアンドチルという言葉が落書きされた。2015年12月にはアリアナ・グランデがクリスマス休暇シーズン向けの EP クリスマス・アンドチルをリリースしたが、このタイトルはネットフリックス・アンドチルという単語をもじって付けられたものだと指摘されている。2016年1月。 アーティストのトム・ガリとアート404社がニューヨークでネットフリックスチルルームを作ってエビ・インビーで貸し出した。2016年2月、ネットフリックスは交際相手のいるユーザーがどのように自社サービスを使っているのかについての研究結果を発表したが、これはネットフリックスチルスタディと呼ばれた。この結果はデイティングウィスネットフリックスの ハッシュタグとともにソーシャルメディアで連続してポストされ、ネットフリックスのサービスを使うとカップルにはポジティブな影響があるということがプロモーションで押し出された。ありがとうございます。